前置きは灼熱の大地を見せ火炎気何やってんだ？あなたは。確かどこかでお会いしたような。ああ、思い出せませんわ。前に森で会った。私、ちょっと忘れっぽくって。なあ、こんなところで何やってんだ？昔からなんですよ。メモに取らないと、すぐ忘れちゃうんですよね。この魔法の銃の使い方も、それなりに聞いたつもりだったんですけど、もう全然覚えてなくって。魔術師の方もお嘆きになるでしょうね。
よかっ。あ、うん、あた、まあ、そ、おい、え、ん、あたし、あ、あた、こもん、ここ、そ、そ、なん、あた、でも、ん、わ、はい、これが、こ、そこに書い、在、ほ、スト、あの、基本、あ、そ、ざ、でもよ、そ、あ、さっき彼女、なあ、おま、は、な、と、ぼく、え、し、お、ふに、お、は、お、にて、おに、か、はりが、化け猫、やつは、化け猫、何か、な、出てこい。なんだその血。何事ですの。またお会いしましたわね。偶然もこれだけ続くと運命に思えてきますわ。何のんきなこと言ってんだ。前見ろ前、化け猫が出たんだぞ。まあそれは大変。そう思うなら下がってろ。いいえ、大変珍しい化け猫に会えたんですもの。もう少し見させてくださいな。化け猫は人を襲うモンスターだぞ。のんきに見てられるか。人を襲うんですの？悪いモンスターですわね。それであなたは剣を構えて立ち向かおうと？そうだ。では私もお手伝いいたしましょう。でも、この銃は撃った時の衝撃が強くてうまく扱えないんですのよね。困りましたわ。どうしたらよいのでしょう。確か衝撃を抑える何かがあったとは思うのですが、あ、これかしら。
化け猫は俺が倒したやつだけだ。檻の中にいるのは西。勘違いは誰にもある。よかったな。いい。僕も。こにゃ。僕お魚。俺は。お兄ちゃん。すごい爆発でしたわ。俺が倒した。まあそうでしたの。残念ですわ。銃の衝撃さえなんとかなればお役に立てたのに。衝撃を抑える何かがあるって言ったよな。ええ、これじゃないのか。撃ってみろよ。おいおい、あっちこっちに撃って誰かに当たったらどうすんだよ。ああ。ああ。おいお。
やみに押したのか。はい。たたたた。すみません、この手など。はい。ルタ、すみません、気にするな。でも目はトラップが多く。なんかを。はい。あら、キッチン。ねえ、き、ああ、どんなつ、ああ、赤くなっちゃって可愛いわね。でも二度目は許さないわよ。海賊の宝はこの奥かしら。どんなものなんでしょう。気になりますわ。この通り。難なく撃てますわ。では、私は先を急がせていただきます。待て、この先には。あなた、私の親衛隊の…ジーヤ、いるのですね。いつから私の後を？では、私は…ジーヤたちにいつも守られていたのですのね。城を抜け出してから、何もかも自分の力で乗り切ってきたと思っていたのに。嫌です。私、もっと世の中を、世間を知りたいですわ。Thank you.
験を知らずに、民の暮らしも知らぬ姫に、本当に立派な暮らしなどできましょうか。そうですわ。私をあなたのお仲間に加えてはいただけませんか。え、なんで。ジーヤが言った通り、私一人でやっていけるほど世の中は甘くないのかもしれません。ですが、手強いモンスターを倒す実力を持ち、なおかつこの銃を扱えるようにしてくれたあなたと一緒でしたら、私はやっていけると思うのです。そして世間を知ることも叶わぬ願いではないと。私は、今度お会いした時は私に世間を教える先生として。ああ、考えたわね。そう。それじゃ、大地に埋もる、今こそ。ちょっとその子たち。あのだ。ゴーレム、もういいわよ。究極の宝欲しいんでしょ。なそれ、こん、あ、あ、ちょっと、み、なん、き、わ、は、いろ、なに、ものの、世間、あ、君、その、ちょっとあんた、あんたなんて呼ばないで。私はルービー、宝石と同じ名前のルービーよ。本名じゃないけど、こっちの方が呼ばれ慣れてるから、そう呼んで。